山形市の老舗うなぎ店が今月いっぱいでの閉店を決め、今日営業最終日を迎えました。山形市七日町にある染田です。この店の2代目となる佐藤健一社長は、今日を最後に70年以上続く店の歴史に幕を下ろすことを決めました。万感の思いというか、予想以上にお客様からの声援とか、惜しかったねとか、もっとやってくれよとか、そういう声がいっぱい聞こえて、なんか胸が締め付けられるような思い。河北町の染物問屋をルーツに持つ染田は、1947年に山形市内で営業を開始。土用丑の日になると、店内はもちろん、持ち帰りや出前など大繁盛しました。しかし、食生活の変化をはじめ、仕入れ値の高騰やコロナの影響などから、売り上げは年々減少。店前の道路拡幅工事をきっかけに、今月いっぱいで閉店することを決めました。いらっしゃいませ。営業最終日の今日、平日のお昼時にもかかわらず、多くの人が訪れ、憧れのうな重を次々と注文していきました。こちらの女性は、閉店を聞きつけて初めてやってきました。おいしい。これ食べなかったら、もう一生食い残ると思って今日来ました。土用丑の日には欠かさず来ていたという常連客も。今日は多分最後だけじゃないかなと思って、昨日ちょっと予約注文しまして。これで最後、なんかね、心しい感じで、なんかね、もう少しね、食べたいような感じするんですけどね。こちらの男性は、亡くなった父との思い出の味を忘れまいと、母と一緒にやってきました。美味しいです。なんか思い出の味なんで、父親と、前に母親いますけど、3人で来たなっていう思い出がありますね。もうこれ亡くなるってなると、なんか来た方がいいかななんて勝手に思ったりして誘ったんですけどね。多くの市民に愛された憧れの味。染田最後の営業は今夜8時まで続きます。おかげさまで、このうなぎの味を支持しているお客さんがいるんで、それにはちゃんと今日いっぱい応えます。